このレーショナル理性的な合理主義者はですね、経済政治歴史科学その他多くのトピックについて1対1でもまた友人の輪の中でも活発に議論することを好みますと。喜びを感じる、仲間と考えを議論することを楽しむ傾向があると。理性的な人が配偶者とピグマリオンプロジェクトを立ち上げる可能性が高いのは、自立心の他に自立せよっていうのを求めるのと、他に、はい、論理性合理性を相手に求めると、はい、理性的な人はいつの日か配偶者に科学技術への憧れを共有させ、愛する人をより論理的な考えや話し方をするよう仕向けることができるのではないかと永遠の望みを抱いているようだと、はい、誰もがそうすべきではないだろうか。それした方が絶対得だよじゃないですか。そう、得だとは思いますよ、はい、だったらやったらいいよねっていうのがずっとこうあるんじゃないですか。でこの便利さを伝えることができればきっとこの人たちは分かってくれるみたいな。だ最近本当ピグマリオンプロジェクトの動画をよく見ますよ、はい、あの言葉に厳しい親、はいはいはい、言葉の定義とかに、はい、が正しい親っていうのが、はい、子供を高学歴とか、はい、頭を良くするみたいなの、はいはい、里前さんも言ってて、はいはい、要はあっちの人たちはそれを言うんだと思って、はい、で多分こっちの人たちはじゃない方の人たちは褒めて伸ばすとか、はい、やるのかなって、はい、その戦いだと思ってますけどね、まあ、両方じゃないですか。両方っていうか、まあ、教育で言えば、はい、その相手を見ることじゃないですか。やっぱタイプは出ますね、はいはい、しかしそういう理性的の人が好む議論は、はい、またプラスで論理的であると同時にウィットに富んでいることが多いと、はい、常に冷淡で真面目というステレオタイプに対して合理主義者は一般的にユーモアなセンスがありますと。わかります。 NT の人特に皮肉や意外な二重性のダブルミーニングですね、はい、皮肉や意外な二重の意味を含むユーモアを好むが、彼らのウィットが常に抽象的で弦楽的であるというわけではない。弦楽的は学問や知識をひけらかすっていう意味があるみたいです。必要以上にひけらかすということですね、はい、すいません。で彼らのウィットは抽象的で弦楽的、要は ひけらかしてないっていうことですね、はい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 、多くの合理主義者特に男性は少なくとも男女が混在していない時には色気のないジョークや話に、あ男女とは書いてなかった、ごめんなさい、少なくとも、はい、混在していない時には色気のないジョークや話に興奮するが、下品なジョークを言うのは得意ではないと、うん、はい、すいません。自分が得意なことができなくても家事ができるならその能力はすごいって純粋に評価する感じだと。僕はなんか、はい、もっと冷淡に見てる気がしましたけどね、合理的にね、はい、隊長が言ったみたいに、はい、知能は劣っているがこっちはできて無駄なこと言ってこずに、はい、僕のことを邪魔しないなら OK、はい、そこまでも言ってない気もしますけどねって言ってるなって思いましたけどね、はい、はいはい、そのまあ知的な部分は知的であるとあった方がいいみたいなことは思ってる、はい、思ってるけど、ごめんなさいね、僕が全て悪い風に言ってごめんなさいねけどまあそれだけでもないなっていう感じじゃないですか。君は知的ではないが家事ができるならいいっていう言い方じゃなかったですね。はい、はい、すいませんでした。で女性は知的であることを好むのかなっていう、女性はじゃなきゃとは、はい、じゃなきゃなんでしょうね、まあ、多分世の中生きていくために、はいはい、特に経済的な面で彼に人生の半分を預けるのであれば、はい、私と同等以上の賢さがないとやっぱり、まあ、日常生活も無理だし、はい、まあ、賢くないと苦労するみたいな話かなと思って、はいはい、でしかし起点を聞かせた討論が理性派を活気づけるように
感情的な対立に満ちた人間関係はこのレーショナル理性派を悪化させ疲弊させますと。 NT は思想や理論をめぐって口論をするのは好きだが個人的なレベルでの対立、例えば社会的な振る舞いをめぐって口論したり、家族や家庭内の管理、子育てのこと、ゴミ出しのことなどをめぐってこの角を突き詰めて話し合うようなことは NT にとっては破壊的なことであると。また理性的な人は同様に社交辞令を言う時間や興味がほとんどないと。研究に没頭していることで有名な NT、 特に、まあ、周りから見て控えめな NT、はい、これはこっちでは活動的に探求している、はい、控えめな NT は思い出されない限り毎年の社会的儀式に全く気づかないことがあり、これが結婚相手が記念日、誕生日、休日、休暇などを重視するタイプである場合にこのコミュニケーションとか関係が困難につながることがあると。さらにほとんどの NT は身だしなみ、特に服装をほとんど気にしないので2色の靴下を履いていたり袖に値段がぶら下がったシャツを着ている人を見かけたらそれは NT である可能性が高いと。そのため社会的な仲間に恥をかかせてしまうことがあり、そのような無頓着な態度がレーショナル NT さんを追い詰めることもありますと。しかしこれは単なる無頓着というだけでなく、やはり効率性と自律性の原則が関係している。合理主義者にとって衣服は効率的であるべきでありファッショナブルであってはならないと。つまり快適で機能的でなければならず、できれば安価でなければならないと、はい、パフォーマンスってことですね。パフォーマンスじゃないですか、機能的、機能的、はい、で実際色やスタイル、高価なラベルを気にすることは時間の無駄というより、それは群衆に合わせ他人を喜ばせようとすることであり、はい、それは自律性を失う、はい、っていうことだと、はい、女性の NT は服装はもちろんヘアスタイルや化粧、宝石などについてもこれと同じほぼ態度を取りますと。女性の NT はもしこうしたファッションの問題に少しでも気を配るなら自分の外見を気取らないようにし、外見的な形はできるだけ時間と注意を払わず自分だけを喜ばせ夫を満足させることに気を配りますと、はい、なるほど、はい、基本ミニマリストになっていく感じ、はい、ミニマリストはまた違うんですかね、うん、いそうですけどね。なんかごめんなさい、エニアグラムのタイプ語で、はい、ミニマリスト、はい、ここにいるなとは思うんですけど、はい、またでもミニマリストとはちょっと違うんですかね、まあ、それだけでもない感じはしますけどね。はい、すいません、積極的ではない、色気のない、丸々ないっていう言い回し好きですね。嫌いじゃないもよく言う。あー、嫌いじゃないね、はい、好きって聞いて、はい、嫌いじゃない、はい、あ、好きと嫌いじゃないは違いますけどね。そうで、じゃあで例えばうちの子供に、はいはい、自分を INTP だっていうのに、はい、どこどこ行こうよ、はい、って言うと、なんかそのそんなような答えを返してくるんですよ、はい、あの、うん、で、あ、で僕は行きたくないんだって取るんですよ、はい、で行きたくないとは言ってないって言うんですよ、はい、嫌いじゃないって言われたら多分そんな感じで受け取るなと思って、はい、あ、嫌いじゃないって言われたら好きって受け取る。嫌いよりです。嫌いって受け取るんですか。うん、嫌いじゃないだと、はい、あ、好きじゃないんだなって受け取るんですよ。好きじゃないんだと思います。でも好きじゃないと嫌いじゃないは多分違うんですよね。違いますよ。嫌いじゃないっていうのは嫌いではないからここ以上って話ですよね。ここ以上全部含まれるって話ですよね。好きな可能性もあるし、はい、普通の可能性もあるし。僕は嫌いじゃないって言われると、はい、あ、好きじゃないんだなので、はい、半分以下になるんですね。半分以上じゃないですか。僕は半分以下って受け取るので、はい、あ、だったらいいやになるんですよ、はい、半分以上だと思うんですよね。そうなの。好きも含め、嫌いじゃないっていうのは嫌い以外ですよね。好きって聞いてるんですよ。好きって聞いてるから、ここからここまでの、だから好き、まあ普通ぐらい
の可能性はある。だから僕もう半分以下だ、半分以上、嫌いが半分以下ですよね、うん、だから嫌いより上って話なんです。でもネガティブに受け取るので、あ、はい、じゃあいいいいって、はい、なるんですね、はい、でだからその辺の言葉の定義を、嫌いじゃないっていうのは嫌いじゃないっていう表現じゃないですか、はい、で行かなかった時に、はい、なんで行かなかったのって言われて、はい、そうやって言ったから行きたくないかなと思ったんだよ、はいはい、って言うと、行きたくないなんて言ってないじゃんって、はい、言うんですよ、はい、多分この、はい、この感じなんでしょうね、はい、多分、その点ワークマン最高ですね。そう、ワークマンは最近キャンプも、はい、アウトドアも、はい、レディースもできましたからね、はいはい、ワークマンの、はい、でもなんか僕ワークマンで靴下とかは買うんですよ、はい、ただその服はさ、はい、なんていうんだろう、モテないだろうなとかが、ね、はい、出てくるんですね、はい、脱いだ時に見られたらどうしようとか、はい、いやもう今そんなないんですよ僕、はい、だそういうのをくだらないってくだらないんでしょうね、はい、こんなのゲスなんでしょうねこういうのって。ゲスなのかどうかは分かんないですけど、はい、だから逆に NT の人にはモテるかもしれないですよ。いやだから、ね、ワークマンじゃんそれ確かに確かにね、はい、これやっぱりいいよねみたいな、機能性最高だよねみたいな。確かに僕なんか危ないデカだったらこれは着ないよなとかって出てくるんですよ、はい、ゲスですよね。収集は好きだからミニマリストかはしない、そう、それもちょっとありますよね、はい、パフォーマンスによると自立性を失うというのは評価軸が相手や他者に行くからとかなんですかね。ですよね、だって僕のこのワークマンが、うん、はい、ダメなのは危ないデカはああいう服を着ないとかって、はい、危ないデカに依存してますもんね。モテる人、このラベルを見た時の相手の反応ですよね。そう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 お前ここで服を脱ぐんだって話なんですけど、はい、NT の嫌いじゃないは意思表明をしたっていうことで好きなんですよね。ああそうなんだ。どっちかっていうと好き寄りっていうことを言ってるって話ですよね。 NF から見るとそれは嫌いって言ってますけどね、はい、嫌いとは言って嫌いじゃなく、嫌いじゃないけど、はい、なんていうんだろう、半分以上にはなってない、はいはい、どちらかというと、どちらかというと嫌だけど、はい、嫌いじゃないな感じです僕はまあ普通以上と受け止めますけどね、はい、あ、じゃあ F からするとそうなんですかね、はい、分かんないですけど、はい、